どうもミニマリストダンサーのマイペース男です。はい、最近はですねウーバーウォーカーをね東京とか神奈川でやってきたんですけど、今日はね東京でも一番暑い渋谷ですね。今ですね午後5時過ぎなんですけど、これからまあ渋谷に移動して夜6時ぐらいからまあ2時間ぐらいですかね、ウーバーウォーカーの稼働をしてみようかと思いますので、とりあえず今から渋谷に行ってきます。とりあえず渋谷に来ましたので、とりあえずウーバーイーツオンラインにしていきたいと思います。シニアついてないね。とりあえずどうか。はい、じゃあオンラインにしました。まあちょうどあとね今5時53分あと7分で6時ですね。とりあえず今から渋谷を歩きながら注文入るか検証したいと思います。はい、とりあえずセンター街に来ました。この辺はマクドナルドとかね、結構バーガーやバーガーキングとかこういうのがあるんで入るかなと思って来ました。とりあえずこの辺で待ってみます。はい、センター街のマクドナルドの前で移動してます。あっちではベルシカっていうね、僕がよく洋服買ってたお店があります。最近ミニマリストになってからね全然変わらないです。はい、マック前でねウーバー配達にマック前で10分15分待ってたんですけど注文入んないんで、とりあえず移動します。やっぱね自転車配達にはよく見ますね。とりあえず動いた方が足的には楽なので動きます。はい、まあね注文入ればいいんだけど、入んなければもうただただ僕がね渋谷の街を徘徊する、Vlog に今回はなる感じですね。はい、パルコ前ですね。ここはね結構おしゃれな場所なんで、ダンスの撮影とかにも使えそうですね。はい、渋谷の本店に来ました。まだ注文はならないです。でもね時間が6時23分なんですけど、なかなかいい感じのシミが渋谷についてきました。125円ですね。とりあえずまたこのマクドナルドからねここで出動しようかと思います。6時30分になりました。が一向に注文入らないです。現場からは以上です。はい、宮下公園の方にね来ました。この辺もねマクドナルドあるんで、またこの辺ちょっとブラブラしながら、オンラインしながら回っていきたいと思います。こんな感じで頑張ります。ダメですね。マクドナルド3カ所で15分以上待ったけど一向にならないんで、ちょっとまた移動したいと思います。いやー平日の夜なんだろうね、染みはついてるんだけど、やっぱり歩きウォーカーのやっぱ、まあ、渋谷駅やな、近く住宅街があればいいけど、そんなにないのかね1キロ圏内でね。ちょっと間違えたかな。でも自転車使えばねなるんだろうけどね。はい、宮下パーク前に来ました。なんかね僕が結構この辺でダンスしてたのは5、6年前なんですけど、なんかその頃の公園とも変わってね新しくなっちゃったんで、すごい公園というよりはなんかもう施設みたいになってて、はい、初めて来ましたね。とりあえず注文入るまでこの辺ブラブラしたいと思います。この階段とエスカレーターがもうかっこいいんですよ。やっていきます。はい、このね歩道橋は変わらずって感じです。ここでよく撮影したりしましたね。いやなんかすごいね、もうただの複合施設じゃないですか。すごいよ。お、これ素晴らしきこの世界じゃん。この間見てたアニメですね。渋谷が舞台だからね。いやーなんかいろいろありますね。なんかね外もシャンティーな感じで外が見渡せるテラスっぽい席があります。いいね、この辺で休憩しますか。うん、すごい、これ結構ふかふかした割といい感じの椅子でした。素晴らしい。いいねー、ここめちゃくちゃかっこいいですね。いやもうほんと公園じゃないわここ。いやすごいなこの作り、めちゃくちゃかっこいいでしょ。交差点が見えるよね。じゃあタワレコがあります。あのタワレコで僕の友達が昔働いてました。とりあえず上に行ってみましょう。はい、3階に来ました。なんか飲食店があるんでね、この辺で、ね、この辺のウーバーイーツもなりそうだけどね。僕は一向にならないです。とりあえず上行ってみます。はい、4階なかなかやばいっすね。ここめっちゃシルな感じでスタバがあってめっちゃすごい広場、なんかもうデートスポット感すごいっすね。芝生がありますね。ここ入っていけないのかな。なんかここですごいね、いろいろスポーツが
駅にもこういうとこありましたよね。はい、というわけで新しい宮下パーク堪能したんで、とりあえず、また駅の方に向かいたいと思います。すごいですね、いい感じ。はい、で向こうのね宮下公園から歩いてきて、で今ね左側こっちから来るときは来たんだけど、まあ、右側からちょっと帰ろうと思ったらなんか屋台とかいろいろ出て、なんかお店あるんでちょっと行ってみましょう。この辺でなるといいけど、なんかすごいめっちゃお店並んでるやん。こう来たことないな、すごい渋谷横丁いいね。ご飯食べて帰ってもいいんだけどね、注文がね乗らないからね。なんだかんだセンター街に戻ってきました。今ね時間が7時40分なんで、まあ20分ほど8時ぐらいまでこの辺ブラブラして入んなかったらもうねちょっと場所を移動しようかと思います。なのであと20分ほど練り歩きたいと思います。はい、6時から8時まで2時間ね渋谷で、練り歩きながらウォーカーやったんですがダメでしたね。はい、というわけでまあこういう感じでねちょっとね、不戦に終わることもありますが、まあまたねいろんな場所を変えながらねちょっとやっていきたいと思いますんでね、まあ、この動画が良かったらね、グッドボタンと、チャンネル登録はよろしくお願いします。というわけで帰りたいと思います。ありがとうございました。